名物メニューになったみたいで、でかいっすね。本日は金賞に来ております。東京焼肉平城園っていう店がですね、7月の3日金曜日にオープンするということで、珍しく金賞に来ております。では早速ね、プラザビルの中行きます。着きました、金賞駅前プラザビル。さすが、おい、いやありがとうございます。これと平日1080円でお出ししてるランチですけど、ドリンクを無料でお付けしてます。チャージのトマトです。東京 X ですね。こちらはい、サーロインです。こちらがサーロイン。超カルビです。最初に一緒に行ったから、はい、カルビです。ありがとうございます。名物メニューになったみたいで、でかいっすね。入れちゃっていいですか。湯気落ちるってあれじゃないですか。逆にどうなんですか。え、そうですか。どうなったの。
ここにあったやつ。そうです。あれか。いえ、僕が聞いてなかっただけで。ということで、金賞の平城園行ってきました。他の店でアラカルトになるようなすごい印象の強いメニューがたくさんありました。カルビとかサーロインとかそういったお肉たくさん食べたんですけど、最後に食べたロースもすごい美味しかったので、ぜひ食べてみてください。7月のね、3日がオープン日ということなんですけど、もう近々はね、直近は予約で埋まってる、もうすでに開店前から人気のお店、ぜひ皆さんも訪れてみてください。それではね、次の焼肉屋の予定が迫ってますので、またお会いしましょう。金賞、さっき言ってたお店ここです。金賞駅前の、プラザビル行ってみてください。